ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。店内撮影 OK。サウンドボックスの紹介してました。SL のサウンドボックスです。ボーってなってると、より臨場感が高まりますね。ドクターイエローも来ました。鉄橋、鉄橋、鉄橋、鉄橋です。何の電車が来るかな？ブルートレインの北斗星が来ました。新宿湘南ラインかな？長い列車が走ってます。青ラインの国鉄電車もかっこいいですね。犬顔のキハ81が来ました。後ろは、猫顔のキハ82です。ブルートレインが来ました。常磐線の、新旧型の特急が、鉄橋ですれ違います。このジオラマは、大迫力ですね。これは、HO ゲージです。HO ゲージは大きいですね。スイスの氷河特急が来ました。ジオラマの大きさが、すごいでかいのがわかります。中には、車両センターも見えます。あっちには、建物があって、駅前が形成されています。LRT が来ました。LRT が、路面に入っていきます。地下鉄も走ってますね。さっきの、スイス氷河特急です。赤いラインは、東京メトロ丸の内線かな？銀座線が戻ってきました。他にも、いろいろな車両が走っていたので、ぜひ、ホビーセンター加藤東京のジオラマを見に行ってください。E353 あずさの鉄道模型が走っていました。ジオラマの最初は、緑の芝生の上に、レールを敷いても楽しめますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。